当たっての出るかどうかの判断にあたる情勢分析をお伺いしたいんですけれども、今の状況で橋本さんや松井さんが出て状況が変わる可能性があるとお考えなんでしょうか。いや、もう状況とかはもうそういうのはもうまあ、とにかく自分の基準に照らして自分で判断します。それは、まあ、つまりその維新が上り調子にある時であるとか、橋本さんが出ることによって第三政界再編が起こるというのであれば、まあ、大義もあるという人もたくさんいると思うんですけれども、まあ、残念ながら客観的に見て今そういう状況ではないと思うんですが、そこはどう、状況分析はどうされる。いや、そういう人もいるでしょうし、まあ、そうじゃない、人もいるだろうし、まあ、いろんなと捉え方の人いますんで、それは一人一人の、まあ、記者が今そう感じてるのかもわからないけども、そうじゃない人だってたくさんいるわけですから、もうこうなってきたら最後は自分の判断というか、それを信じるしかないですよね。一つ仮定の質問で恐縮ですが、確認しておきたいんですけれども、出馬されてですね、万が一落選された場合に市長選にもう一度再出馬することは論理的には可能ですけれども、そういうことはなさらないですか。ないです。ないですね。はい、新聞の軽減税率はどうなんですか。私はフランスで3年間暮らしましたけれども、20% ぐらいの個人の考えですよ、税率の国で軽減税率があるのは分かりますけども、20% までね、10% 程度の消費税で軽減税率自体は必要ないと思ってます。で、新聞だけ嘘だけ騒ぐのもそうおかしいでしょ。あ、そうですね。いいじゃないですか。